マンチェスター・ユナイテッド FC は、イングランド・グレーター・マンチェスター州トラフォードを、ホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。クラブカラーは赤。愛称は、赤い悪魔。1974から75シーズンを、例外として、1938年から現在まで、一貫して、イングランドのトップリーグに属している。 1967から68シーズン、サーマットバス B 監督の指揮の下で、イングランドのクラブとして、初めて UEFA チャンピオンズカップのトロフィーを獲得したクラブで、その後、1998から99シーズン、2007から08シーズンと、通算3回の優勝を経験した。近年は、 1985から86シーズンから2012から13シーズンまでクラブを率いたサー・アレックス・ファーガソン監督の下で13回のプレミアリーグ優勝と2回の UEFA チャンピオンズリーグ優勝を含む20以上の主要なタイトルを獲得し長きにわたってイングランドのフットボールを代表してきたビッグクラブである現在イングランドのトップリーグで 歴代最多となる20回の優勝を経験している。2位は、リバプール FC の19回である。世界有数の経済規模を有するクラブであり、2017年に、アメリカの経済誌、フォーブスが発表したクラブの資産価値では、同クラブの資産価値は36億9000万ドルと、算定され、世界のサッカークラブの中で5年ぶりに第1位となった。また、 デロイトフットボールマネーリーグにおける最新シーズンの収入規模は世界第3位である。クラブの一般的な略称は複数存在するが、ユナイテッドのほか英語圏では入荷するユナイテッドなど、チーム名にユナイテッドが含まれる他のクラブと区別するため、マンチェスターをマンと略し、マンユナイテッドなどと呼称を表記される。また、新聞、 雑誌のスポーツ報道やニューヨーク証券取引所のティッカーシンボルなどでは万有と呼称される場合もある。同じ市内にあるマンチェスターシティとのマンチェスターダービーはマージーサイドダービー、ノースロンドンダービーと並ぶリーグの三大ダービーの一つで世界でも有名なダービーマッチである。また伝統的にライバル関係にあるとされるリバプールとの試合は ノースウェストダービーと呼ばれ、世界中に数多く存在する伝統の一戦の一つに数えられる。両者はこれまで多くの白熱した試合を繰り広げてきた。伝統的に背番号7は特別な番号として扱われており、栄光の7番と言われている。ジョージ・ベスト、スティーブ・コッペル、ブライアン・ロブソン、エリック・カントナ、デビッド・ベッカム、クリスティアーノ・ロナウドなど、 人気や実力においてその時代のチームを代表する選手がこの番号をつけてプレーしてきた。経済的有料クラブの典型とされてきたが、アメリカ NFL のタンパベイバッカニアーズのオーナーであるマルコム・グレーザーによって買収され、物議を醸している。グレーザーによるクラブ支配に反対するサポーターの一部は、クラブの負債が3億2000万ポンドに達していることを、 懸念し、新クラブ FC、ユナイテッド・オブ・マンチェスターを結成した。マンチェスター・ユナイテッドはイングランドを代表する名門として認識され、世界中に多数のサポーターを抱えるクラブとなっているが、その歴史自体は、長いイングランドのフットボールの歴史と比較するとさほど古いものではない。また近年の成功とは、対照的に、クラブは数々の苦難を経験してきた。 1892から93シーズンのニュートンヒース1878年、マンチェスターの鉄道員が中心となって、ニュートンヒースランカシャーヨークシャーレールウェイズ FC として創立。はじめ数年はほとんど公式試合はせず、チーム内のメンバー同士で試合を行う以外はもっぱら、他の鉄道会社のチームと非公式に対戦していた。 1882年から1883年の間に26試合の親善試合をした記録が残っている。1884年、地元のカップ戦であるランカシャーカップに出場するも、1回戦で昨年の FA カップ覇者のブラックバーンオリンピックのリザーブチームに2から7で敗戦した。1885年にプロサッカークラブへと転向し、 1892年にニュートンヒースと名称を変更し運営を行った。当時のオーナーの方針で観客から入場料を取らなかったことやグラウンド移転費用がかさんだことなどの事情が影響し1902年に一旦破産している。地元マンチェスターの醸造業種のジョン・ヘンリー・デイビスが500ポンドをクラブに投資してオーナーに就任しクラブ再建に着手した。 1902年にチーム名が変更され、マンチェスターユナイテッドとなったが、名称変更前の2日間だけは、マンチェスターセルティックという名称であった。2日間だけではあるが、セルティックと名乗ったことでこのクラブが、ローマカトリック系であると思われることが多いが、ローマカトリック教会とは、全くの無縁である。創世期に2度のリーグ優勝後、 1910年代から1950年頃までは低迷。第二次世界大戦時には空襲で、オールドドラフフォードが被災し、戦後も資金不足から修復できず、マンチェスターシティの当時の本拠地、メインロードを拝借せざるを得なかった。マットバスー1 9 4 5年、マットバスーが監督に就任すると、クラブ最初の黄金期が訪れる。 バス B は、チーム選考や、移籍市場、トレーニングセッション等をすべて自身の管理下に置くという、イングランドサッカーのマネージャー像の先駆けとなり、1946-47シーズンから3シーズン連続で、リーグ2位と躍進し、1947-48の FA カップでは、優勝を果たし、チームに36年ぶりのトロフィーをもたらした。そして、 1951-52シーズンに41年ぶりとなる悲願のリーグ優勝を果たした。バスビーはその後のクラブの重要なアイデンティティとなる下部組織の整備にも取り掛かった。バスビーの就任は終戦直後の財政難の時期であたっため、彼は下部組織選手の育成に重きを置くことにより長期的視野での戦力強化を行ったのである。バスビーが 株組織から見出したダンカン・エドワーズ、ボビー・チャールトンといった選手たちはバスビーベイブスと呼ばれ、1956年からは国内リーグに連覇を達成する快進撃を繰り広げた。クラブが見事に復活を遂げたように見えた矢先の1958年2月6日、ミュンヘンの悲劇で首相のダンカン・エドワーズを含む選手8名とスタッフ3名が死亡。バスビーも 重傷を負った。これにより、イギリスのクラブチームとして、初のヨーロッパ大陸選手権大会での栄光は、スコットランドのセルティックに譲ることとなった。一時はフットボールへの情熱を失った、バスビーだったが、夫人らの説得もあり翌シーズンから現場に復帰。同じく事故のショックから立ち直ったボビー・チャールトンを、チームの柱に据え、クラブの立て直しに着手した。 1960年代に入ると、二度目の黄金期が訪れる。デニスロー、ジョージ・ベストといった才能が次々に頭角を表し、1963年に FA カップ優勝、1965年と1967年には国内リーグも制した。そして1968年、チャンピオンズカップで優勝を果たし、 ミュンヘンの悲劇で心し半ばに強えた悲願を達成した。同年、チャンピオンズカップ優勝の功績を称えられ、バスビーにナイトの称号が与えられた。しかし、1970年代に入ると、世代交代に失敗。1974年には二部落ちの浮き目にも合い、再び低迷期が始まった。アレックス・ファーガソン低迷期を終わらせたのは、 スコットランド人監督アレックス・ファーガソンである。1986年に就任した、彼は若手の育成と暴れ馬と呼ばれた選手たちの融合に見事成功し上昇軍団の系譜をスタートさせた。プレミアリーグの優勝回数は13回で最多で、旧フットボールリーグファーストディビジョン時代を通じても優勝20回は歴代1位である。FA カップで11回。 カーリングカップで2回、UEFA チャンピオンズリーグで3回、UEFA カップウィナーズカップで1回のタイトルを勝ち取っている。1998から99シーズンは、クラブにとって特筆すべきシーズンである。ファーガソン監督の下、ユース時代から育て上げられたデビッド・ベッカム、ガリー・ネビル、ポール・スコールズ及びライアン・ギーグスら、いわゆる、 ファーギーズ・フレッジリングスと呼ばれた選手たちを中心に UEFA チャンピオンズリーグ決勝でバイエルン・ミュンヘンを劇的な逆転で下しヨーロッパ覇者となったこのシーズンはリーグ優勝と FA カップ優勝を合わせたトレブルを達成ヨーロッパのサッカーシーンに赤い悪魔の名をとどろかせたこのカンプノーの奇跡の試合と FA カップ準決勝のアーセナル戦で ギグスが見せたハーフウェイライン付近からドリブルしてのゴールは今でもサポーターに語り継がれている。ヨーロッパのフットボール史において UEFA チャンピオンズリーグ国内リーグ国内カップを制し三冠を成し遂げたのは1966から67シーズンのセルティック1971から72シーズンのアヤックス 1987から88シーズンの PSV、2008から09シーズンと2014から15シーズンのバルセロナ、2009の10シーズンのインテル、2012から13シーズンと2019から20シーズンのバイエルン・ミュンヘンのみである。1995年にイプスウィッチタウン戦でリーグレコードの9から0の大差で勝利。 1999から20シーズン、2000から01シーズンとリーグ優勝し、クラブ史上初のリーグ3連覇を達成した。ユナイテッドは、ファーガソン監督のもと、高い実力と人気を兼ね備え、1990年代は、アーセナルと共に2強と呼ばれた。2002から03シーズン以降は、アーセナル、チェルシーからの王座奪還を目標とした。 2005年10月29日、ミドルスブラ戦で、クリスティアーノ・ロナウドが決めたゴールが、クラブのプレミアリーグ通算戦ゴール目となった。2006から07シーズンに、これまで、リーグに連覇をしていたチェルシーとの激闘を制し、2002から03シーズン以来となる、リーグ優勝を達成。2007から08シーズンに UEFA、チャンピオンズリーグ決勝で、チェルシーと対戦し、 延長戦のスウェピー系戦を制し、9年ぶり3回目の UEFA チャンピオンズリーグ優勝を成し遂げた。2007から08シーズン、2008から09シーズンともにリーグ優勝し、2度目となるリーグ3連覇を達成した。コンスタントにタイトルを獲得し続けたファーガソンは、再び UEFA チャンピオンズリーグ制覇することを目標に、 自ら獲得してきた、香川真嗣や、ロビン・ファン・ペール氏を巧みに用いたが、最後の指揮となってしまった2012から13シーズン、クラブ20回目となる、リーグ優勝を置き見上げに、27年間務めた、マンチェスター・ユナイテッドの監督職を優待した。2013年5月、ユナイテッドは、ファーガソンの後任に、エバートンを11年にわたり、引いた、ファーガソンの同胞、 デイビッド・モイーズが6年契約で就任すると発表した。夏の一席市場でモイーズはエバートン時代の教え子であるマルワン・フェライニを獲得し、冬の遺跡市場ではチェルシーから不安たを獲得した。しかしスウォンジーシティに史場初めてホームで敗戦を喫し、またプレミアリーグ以前も含めて、市場初となるマージーサイドの2強に揃って連敗するなど成績が低迷し、 1994から95シーズン以来となる UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃した。結果として、モイーズは監督就任から1年もたず、2014年4月22日に解任が発表され、同シーズンの残り試合については、当シーズンから高知県人だったライアン・ギグスが暫定監督に就任すると発表された。リーグ戦は7位で終了。 25年ぶりにヨーロッパのカップ戦を逃すこととなった。2014年5月18日、当時オランダ代表を率いていたルイ・ファン・ハールがワールドカップ後に3年契約で新監督に就任することが決定した。暫定監督を務めたギグスは選手を引退しアシスタントコーチへの就任が決定。クラブは夏の遺跡市場において選手の補強費用に 約260億円もの大金を投じた。ワールドカップブラジル大会で準優勝に輝いた、アルゼンチン代表のマルコスロホや、アンヘルディマリア、ファンハールのオランダ代表監督時代の教え子である、タレー・ブリントのほかアスレティック・ビルバオからアンデル・エレーラ、サウサンプトンから、ルーク賞、移籍期限ギリギリに、エース、モナコからラダメル・ファルカを獲得した。 即戦力として期待されていたファルカオとディマリアが不調に陥ったものの、ルーニーやデヘア、マタといった既存の戦力が機能し、リーグ戦は4位で終え、無関ながら来期の UEFA チャンピオンズリーグプレイオフの出場権を獲得した。2015から16シーズンは PSV から2014、FIFA ワールドカップでオランダ代表の3位入りに貢献した。 ファンハールの教え子でもある、メンフィスデパイをはじめとし、モナコからアントニー・マルシャル、バイエルン・ミュンヘンからバスティアにシュバイン・シュタイガー、サウサンプトンからモルガニシュネデルラン、サンプドリアからセルヒオ・ロメロ、トリノからマッテオ・ダルミアンを獲得するなど、前年に続いての大型補強を行った。しかしチャンピオンズリーグにおいては、ボルフスブルク、PSV、チェスカ・モスクワとのグループリーグで3位に、 終わり、グループステージ敗退となったほか、その後進んだ、ヨーロッパリーグでもプレミアリーグの長年のライバルである、リバプールに2戦、合計1-3で敗れ、ベスト16で姿を消した。2016年5月21日の FA カップ決勝で、クリスタルパレスを延長戦で破って12大会ぶり12度目の FA カップ優勝を飾ったものの、 リーグ戦は5位に終わり、来期の UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃したことから、ファンハールは契約を1年残しての解任となった。2016から17シーズンにより、ジョゼモーリーニョが新監督に就任。これまで2度チェルシーの監督を務め、3度のプレミアリーグ制覇を成し遂げた名称に、名門マンチェスターユナイテッドの復活が期待された。 夏の一石市場では、ズラタン・イブラヒモビッチ、ヘンリク・ムヒタリアン、エリック・バイリー・アカブ組織出身のポール・ポグバを獲得するなどの相変わらずの大型補強を実施し、リーグカップの決勝でサウサンプトンを下して、モーリーニョ体制で初のタイトルを獲得した。リーグでは、失点数がリーグ2位の29と剣手を披露し、 クラブレコードとなるリーグ戦25試合連続無敗を記録したが、そのうち12試合で引き分けるなど勝ちきれない試合が、続いて勝ち点が伸びず、最終的にヨーロッパのカップ戦出場圏外の6位に終わった。しかし UEFA ヨーロッパリーグでは決勝まで勝ち進み、決勝でアヤックスに2から0で勝利して、 同大会初優勝を挙げ、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。UEFA ヨーロッパリーグの優勝によって、ユナイテッドは、ユベントス、アヤックス、バイエルン、チェルシーに次いで、UEFA 主催の主要3大会を制覇した5番目のクラブとなった。モーリーニョ体制2年目の2017から18シーズンは、センターフォワードにエバートンから、 ロメルルカク、ボランチに、チェルシーから、ネマニャ・マティッチ、センターバックに、SL エエ・ベンフィカから、ビクトル・リンデロフと、昨シーズン問題のあったポジションに即戦力を獲得する補強を展開。これが功を奏し、前半戦終了時点で14勝3分2敗の、勝ち点45と、歴代優勝クラブに匹敵する好成績を叩き出すが、 それを上回るペースで勝ち点を積んだ宿敵、マンチェスターシティの後陣を廃止2位で折り返す。冬の遺跡史上で、ムヒタリアンとのトレードで、アレクシス・サンチェスを獲得し、追撃体制を整えるが、シティの独走は止まらず、4月7日のマンチェスターダービーに、3から2で逆転勝利して、目の前での優勝決定を阻止するのが、精一杯で、例年なら、 優勝もあり得た勝ち点81で、シティに、歴代最多勝ち点差での優勝を許す2位に終わった。UEFA チャンピオンズリーグもベスト16で、セビージャ相手に2戦、合計1-2で不覚を取り、満足のいかないシーズンとなった。当シーズンをもって、13シーズンにわたって、ユナイテッドで活躍したマイケル・キャリックが引退し、翌シーズンからコーチに就任した。 モーリーニョ体制3年目の2018から19シーズンはアカデミー出身の GK サム、ジョンストンやブリントラを放出した一方でサイドバックにポルトからディオゴダロとミッドフィールダーにシャフタールドネツクからフレッジ、控え GK にリーグラントを獲得。ところがリーグ開始17試合の時点で昨季の28失点を上回り、特にリバプール、 マンチェスターシティ、トッテナム、チェルシー、アーセナルといった欧州カップ圏を争うビッグ六圏では3敗2分6得点13、失点と後陣を敗することとなり、1から3で敗北した12月16日のリバプール戦をもってモーリーニョは解任となった。2018年12月19日、モーリーニョ解任後の暫定監督に OB のオーレグンナースールシャールが就任した。 ツールシャールは、就任後のサポーターからの交換や、六連勝スタートを含め就任から十二試合連続リーグ戦無敗などの、好成績もあって、二千十九年三月二十八日に三年契約で、正式に監督就任を果たした。ところが、奇跡と言われた、UEFA チャンピオンズリーグの PSG 戦後の、公式戦でわずかに少子化できず、最終節を待たずして、 来期の UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃すことになった。この結果に全世界のファンが黙っているはずもなく、ツイッター上にアンフォロマンユナイテッドというハッシュタグが登場した。オーナーであるグレーザー一族や CEO であるエドウッドワードに対する抗議の意であるが、ツイッター公式アカウントのフォロワーが減るのと比例して、ニューヨーク証券取引所においても株価が一時、 下落した。ツールシャールにとって、初めてのフルシーズンとなる2019から20シーズン、夏の遺跡史上では、クリスタルパレスから、昨季ブレイクした、アーロン・ワン・ビサカ、レスター・シティから、DF 史上最高額となる遺跡金で、ハリー・マグワイアを獲得し、長年懸案だった、守備陣の強化に成功したものの、MF は退団したアンデル・エレーラ。 FW はインテルに移籍したロメルル角の後釜の獲得に失敗し、費やした移籍金の高さも相まって、ウッドワード CEO は再び非難を浴びることになった。開幕戦こそ、チェルシーに4-0で圧勝したものの、そこからクリスタルパレス、サウサンプトン、ウエストハムといった格下から勝ち点を取りこぼし続け、前半戦は8位で折り返した。 冬の遺跡史上で、スポルティング CP から、MF ブルーのフェルナンデスを獲得すると、彼を起用した第25節から13戦負けなしと、猛烈な追い上げを見せ、第37節にレスターシティとチェルシーを捉えて、CL 出場圏内の3位に浮上した。最終節は5位レスターとの直接対決となり、負ければ5位転落の可能性もあったこの試合を2から、 例で制し、2年ぶりに CL 出場権を獲得した。2020から21シーズン、スールシャール体制も3シーズン目に突入。夏の遺跡市場は、終盤まで新戦力が、ドニーファンデベイクのみと補強が進まず、ファンも苛立ちを募らせたものの、最終日にエディンソンカバーに、アレックス・テレスの獲得が決まって、補強を終えた。 年が明けて2021年1月12日には、ファーガソン最終年以来となる、8年ぶりの、年明け首位に立った。ところが、週間落後、欧州スーパーリーグ騒動において40億ユーロの、資金支援を表明した JP モルガン・チェイスに、ウッドワード CEO が勤務していた過去が、関係していたためか、カントナラを筆頭に、 OB の批判を浴びた結果4月21日をもって、ウッドワード CEO の2021年限りでの退任、さらにファンと政府関係者からも批判を浴びたとして、スーパーリーグ撤退が発表された。CL ではパリ・サンジェルマン、ライプツヒト同組となり、3位で L 決勝トーナメントに回ることになった。L では順調に勝ち進んだが、 決勝でビジャレアルに敗れ16から17シーズン以来の優勝はならなかった。2021から22シーズンはジェイドン・山頂とラファエル・バランなどを獲得し、さらに8月27日にはクリスティアーノ・ロナウドを再獲得するなど積極的な動きを見せた。しかし、第9節と第11節で宿敵のリバプールとマンチェスターシティに乾杯し、 第12節の隠したワートフォード戦も1から4で敗れたことで11月21日、スールシャール監督は解任され、マイケル・キャリックがシーズン終了までの暫定的な監督を務めることが公式発表された。世界屈指の人気、規模を誇るクラブであり、2012年に大手市場調査会社であるカンター社によりファンの数が 世界人口のおよそ11人に1人に当たる6億5900万人との推定が発表された。フットボールに限らず、すべてのスポーツクラブの中で、世界一ファンの多いクラブである。著名人のファンとして挙げられるのは、地元出身のロックバンドストーン・ローゼズのメンバーで、熱狂的なファンで知られる彼らの楽曲、This is t は、入場曲として、長らく使用されている。また、 ギャリー・ネビルの引退試合では、ボーカルのヤン・ブラウンが同曲をアカペラで合唱した。他にも、自身がチェアマンを務めるバンド、シンプリー・レッドの名前の由来に、地毛が赤とマンチェスター・ユナイテッドが好きだからを掲げる、ミック・ハック・ネルや、父親が元在籍選手だったイアン・マクシェーン、2012年と2014年の PGA ツアー賞金王であるローリー・マキロイ、 クリケット選手のマヘンドラシンドーに、世界最高峰のプロレス団体 WWE にて、史上初のクルーザー級かつ覆面スーパースターとして、当時の番組最高王座を獲得したレイミステリオ、2009年に、練習場を訪れたこともある100メートル層、&200 メートル走の世界記録保持者ウサインボルト、元選手のガリー・ネビルに、モーリーニョは、まるで彼のようだと例えられた。 フロイド・メイウェザー、そのメイウェザーと偉大なる戦いで退治したマニーパッキャーオらである。創立時は白いシャツに青いパンツであり、その後は創立時のニュートン・ヒース・リアのチームカラーである緑色と黄色を基調としたものであった。1902年に名称が変更されてから赤が基調となった。発足当初のユニフォームにつけられたエンブレムは マンチェスター氏に由来する紋章で、帆船が中心に描かれている。帆船は現在まで描かれているが、愛称の赤い悪魔に由来する悪魔が描かれるのは1970年代に入ってからである。2001から02シーズンは、マンチェスターユナイテッドという名称になってから100周年ということで、アウェーでは白色と金色で構成されたユニフォームを着用した。 2018から19シーズンのサードユニフォームは、アディダスとコラボレーションした、海洋プラスチックでできたユニフォームを発表した。ロナウド7ポグバ6フェルナンデス18、グリーンウッド11フレッジ17マクトミネー39小23マグワイヤゴバラン19ワンビサカ、29デヘア1中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。 カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、ワホームグローン選手は、U、U-21 登録選手を示す。ラルフ・ラングニック中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ドラフォードトレーニングセンター。2000年にザクリフから当地に移転。現在は、 スポンサー名を監視、アオントレーニングコンプレックスが正式名称。また、単に施設所在地の地名からキャリントンとも呼ばれている。ありがとうございます。